こちら広島市の会社では記録更新の偉業を記念するグッズの開発が進んでいます。グッズのデザインや販売を手掛ける広島市の会社では記念グッズの準備を急ピッチで進めていました。ホームランシリーズということで、ゴアートですね、うちの方でも、企画して、ライセンスの方の取得を今進めている最中です。ホームランシリーズとして発売予定の5種類の T シャツは大谷選手の躍動感あふれる動きをデザインしました。本来は今日の発売を目指しましたが、大谷選手のスピード感がすごすぎて、ちょっと間に合わずということで、はい、現在ライセンスの申請中で2週間から3週間後の発売を目指すということです。大谷選手の記念グッズは反響が大きいようで、今年1月に、発売してバカ売れしたこのデコピンちゃんグッズですね。生産が追いつかないほど人気の商品も。会社では今後も大谷選手の新記録を心待ちにしています。多分もうすぐ200本とか200本いくと思うんですね。うちはもうグッズで、グッズ提供で応援していくということで頑張りたいと思います。はい。